中日高橋宏斗、まだ交流戦の優勝いけるんですよね。明日から本拠地6連戦、カード頭、この3連戦の流れもカード頭で決まると思う。明日の一戦が大事。明日が取れればチーム自体も乗っていけると思う。チームに勢いをつけられるようにやりたいです。まだ交流戦の優勝っていけるんですよね。いけるで。ここから連勝すれば余裕。これは戦う顔してる。まだリーグ優勝もいけるぞ。なんてエコなんや。交流戦残りの試合全勝しろ。援護さえあれば。ポジティブでいいね、勝ちついてほしい。13日のロッテ戦バンテリンドーム名古屋に先発する中日高橋宏斗投手は12日、相手チームのチャンステーマを流させない投球を誓った。現地では初経験というロッテの応援を聞きたい思いもあります。楽しみにしつつ、それぐらいの余裕を持って投げたいですと話した。チャンスでも流れないからどっちにしろ聞けない模様。降板した後聞けそう。二塁を踏ませず完封しろ。9回無失点勝ち負けつかずとかになりませんように。